ラリーガ EA スポーツ第3節ラスパルマス対レアルソシエダの試合を振り返ります。この動画は試合結果、スタメン紹介、ゲームスタッツ紹介、ピックアッププレイヤーのスタッツ紹介の順に進行します。今回のピックアッププレイヤーはスビメンディです。久保建英については別で動画を作成して後日投稿予定ですので、そちらをご覧ください。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは早速試合結果から見ていきましょう。結果は0-0、スコアレスドローという結果になりました。両チーム今季はまだ勝利できていないため、是が非でも勝利したかったところだったはずですが、両チームともに決定機を決めきれずという結果でした。前半はラスパルマス、後半の序盤から中盤はラレアルに流れが向いていた試合でしたね。ラスパルマスとしては勝てた試合、勝つべき試合だっただけにもったいない。ラレアルとしてはレミーロに助けられたという印象です。続いて両チームのスタメンを紹介します。ラスパルマスの方は大幅なスカットの入れ替えもあったため、まだ固定メンバーではありませんが、中盤3枚の構成力は昇格組とは思えないほど強力でした。対してラレアルは前節に引き続きオヤルサバルではなくバレネチェアをスタメン起用、今季からメリーノが帰ってきてほぼフルメンバーになりました。両チームのゲームスタッツを昨季の平均と合わせて紹介します。ラスパルマスについてはセブンダ所属だったため一部収集できなかったデータがあります。あらかじめご了承ください。それではまずはホームラスパルマスからです。昨季は2部だったこともあり、全てのスタッツが高水準です。とはいえこの試合でゲームの大部分を支配していたのはラスパルマスでした。先ほども述べたように中盤3枚の距離感や基礎的な技術、戦術理解度は素晴らしく、11本中の7本を前半のうちに放っています。後半はやや運動量が下がり、ラレアルの攻撃を受けることが多くなりましたが、それも選手交代によって押し返し、全体を通してラレアルに対して優位に立っていました。質的に圧倒しているわけではないものの、ここまで支配できたのは監督の手腕と言っても過言ではないでしょう。今後のラスパルマスにより注目したいなと思わせてくれる試合でした。続いてアウェーレアルソシエダです。まあひどい試合でしたね、この一言に尽きると思います。ビルドアップはうまくいかず、得意のハイプレスも連動がなくはまらず、中盤のデュエルでも優位性を作れなかった。昨季からですが、基本的にラレアルは地上デュエルの勝利数が低い時はこのような試合になります。というのも綺麗にビルドアップできるチーム戦術がないので、ほぼ間違いなく中盤で引っかかります。それでもすぐ奪還して2次攻撃につなげていたため、得点力がそれなりにあったわけですが、メリーノのコンディションが上がっていないこともありますが、中盤でひっくり返されることが多くありました。日本人ファン目線では久保のシュートがどちらも枠外に外れたのは悔しかったですよね。あれが1本でも枠に飛ばせるくらい、さらに成長してほしいです。我々は応援を続けるのみです。ドリブル成功数を見ても保持時の質的優位はラレアルにあったと言ってよいと思いますが、ここまで攻撃の形が見えてこないと正直言って久保建英の活躍以外に楽しみがないチームになってしまいます。個人的にはラレアルは久保を抜きにしても好きなチームなので、イマノル監督には何かしらの対処をしてほしいところです。最後にピックアッププレイヤーのスビメンディのスタッツを紹介します。全体的にまずまずだったと思います。前半は効果的に受けることはできず、あまり存在感を出せない時間が長く続きましたが、後半はある程度改善されていましたね。いつもはあまり見せないような3列目からの飛び出しで久保のクロスに合わせてヘディングシュートを狙いましたが、うまくヒットせずにセーブされてしまいました。カバーエリアが広いタイプのアンカーなので、この抜け出しはこれからの試合でももっと積極的にやっていってほしいです。あの場面を決められるようになれば、選手としてまた一段レベルアップできるはずなので、今後のスビメンディのチャレンジに期待したいと思います。以上、ラスパルマス対レアルソシエダの試合を振り返りました。
試合としてはラスパルマスが面白いサッカーをしていたので退屈はしませんでしたが、ラレアル目線で見るとかなりフラストレーションのたまる試合でしたね。この試合でも MOM に選出された久保建英にフォーカスした動画は後日投稿予定ですので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。